はい、メイ君です。RX7900XTX のリファレンスの水枕がやっと届きました。12月にプレオーダーした池の水枕ですね。でもね、この間アクア買ってしまったので、やっと到着しましたが、お蔵入りの予感です。空冷も手元にあると便利なので、このまま残しておこうかな、などと考えてます。まあ、もしくはリファレンスを水冷化して、まあね、アクアを売りに出してしまおうかなとも思ってます。でもリファレンスもね、バラしてみたいんですよね。少し悩みます。はい、とりあえず中身くらいは確認しときましょうということで開封です。意外とね、箱大きいですよね。2月中旬の発売ってなってたんですけど、ちょっとだけ早く着きましたね。まあ、アクアも出たんで、まあ水枕が完成したってことでしょうね。アクアの水冷パーツってイケ製なんですかね。ちょっとわかりませんけど、はい。最近バイクスキーの水枕ばっかり買ってたんで、まあね、そっちの方が安いんで安いから買ってましたけど、今回は高級品の EK 製しか 7900XTX の水枕が売ってなかったので、諦めて高いのを買いました。買いましたけどね、本当に高いんですよね。はい、ということで箱もでかい、綺麗、そして重い。かっこいいですね。やっぱりね、 RTX4090 よりね、基板がね長いんで、当然ブロックもね大きいですね。まあね、バイクスキー製はね、送られてくるとね、外箱はねもうヨレヨレなんですよね。まあさすが中国ですね。はい、でこちらね、 EK はねきちっと梱包してあるし、あの外箱とね中箱あるんでね、がっちりしてますね。まあね、梱包もねバッチリですしね。はい、取り出すのもなかなかぴったりはまってるので難しいです。はい、で中箱付きですね。バイクスキーはね当然ないんで、開けたらすぐペロンと出てくるんで、もうボッコボコですね。中身が無事なのが本当奇跡のような梱包です。はい、でね、箱がねしっかりしすぎててね、開けるの大変なんですよね。切れちゃうと困るんで慎重に開けますね。はい、でようやくご開帳です。はい、じゃじゃーんってやつですね。やっぱりね大きいですね、長さがね。でも水路の部分はちっちゃいですね。でね、これね裏面はやっぱりないんですよね。まあ見てるとつけたくなりますね。はい、でアクアとね池はね、水路がねちょっと違いましたね。同じなのかと思ったけど、で全体が光るのと一部が光るのとになるんですよね。アクアはね窓になってるんで、その中しか光らないですよね。 EK のやつはね多分全体的に光るようになるんじゃないかなと思ってます。で OC して使うならね、当然アクアなんでしょうけど、電気食いますからね。8ピン3本ですもんね。リファレンスなら2本ですからね。電気食うなんて今更ですけどね。でメガキ君はね、リファレンスの方がね、なんか今回当たりだったような気がするんですよね。メガキ君の買ったやつ、あの GPU の2個目の温度を監視してるところがアクアより低いような気がするんですよね。まあクロックも違うんで一律には比べられないですけど、リファレンスを水冷化してテストしてみたい。でオレンジの箱にはね何が入ってるのかなってね、まあ、入ってるものは決まってますよね。取り付けのネジと、あれですね、サーマルパッド、これがなきゃ別売りだったらシャレにならないですからね。はい、まあ当然ね入ってるはずなんですけど、きっちり入りすぎて出てこないですよね。はい、サーマルパッドですね。はい、それと取り付けネジてます。でもう一つの箱は、まあ、当然ね、あと足りないのはねグリスと、あと EK によくくっついてるね六角回すレンチみたいなやつですね。あれ水枕にもどっか使うとこあるんですかね。なんだ、
継ぎ手をつけ回すときによく突っ込んで回したりとかするんですけどね。まあ、とりあえず塩漬けですね。無駄な出費でした。はい、気が向いたら水冷化したいと思います。気が向かなかったら、売りに出てます。それではまた。じゃあね、バイバイ。